皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、平面図形の4回目。今回は角の二等分線の作図についてお話しします。まず作図の前に角の表し方、これを覚えちゃってください。ここに図があるんです。この半直線 OA、OB、これによって作られているここの角、これを記号を使って角 AOB または角 BOA とこのように表します。この記号角と言います。この時頂点となっている O の部分、これは3つの文字の真ん中に来るように、このように書いてくださいね。AOB、 O は真ん中ですよね。角 BOA、 O 真ん中ですよね。このように書いてください。またこれを頂点の記号を使って、これ角をこのように表す時もあります。また図中にアルファベットの小文字、ここでは A を使いましょうか。 A、 これを使ってこんな表し方をすると、これを角 A とこう表すこともできます。では次は作図に移ります。では角 AOB、 この二等分線、この角の二等分線を書きます。 AOB ですね。この角を半分にするんですね。この時コンパスを使って、コンパスの針の部分、これを O のところに置いてこう描きます。 O に針を置いて OA、OB とぶつかるようにこう書いてください。次にこの OA、OB とこのぶつかった部分、ここに針を置いて同じ長さで、ね、このようにこう書きます。そうすると弧がここで交わりました。この交わった部分、ここと O の部分を定規を使って結びます、ね、定規を使ってこのように O とこう結びます。これが角 AOB の二等分線ということになります。この時に角の二等分線上に点 C、 これを取ってみましょう。ここに C を取りますね。 C を取ります。そうするとこんな関係が言えます。これ角の二等分線ですから、こちらの角、こちらの角、半分ずつで同じですよね。ですから角 AOC イコール角 BOC、 ね、半分ずつに分けたんですね。ですから半分ということは、このどちらの角も角 AOB、 この半分ということです。つまり2分の1角 AOB と記号で書くと、こんな風な式が出来上がりますね。また教科書とか参考書に角の二等分線上の点、これは半直線 OA、OB から等しい距離にある点の集まりだ、こんなこと書いてある、ね、そういうことがあるんですけれど、これどういう意味かよくわからないという人がいます。これはこんな意味なので覚えちゃってください。この半直線 OC、 角の二等分線ですね、この上に点を一つ取ります。これに取りましょうか。でこの点から OA に垂線を引きます。垂線ですからここですね、直角になります。 OB に同じ点から垂線を引きます。ここも直角になりますよね。こうやって書いた時、この2つの垂線の長さ、これは同じになるよと、
どこを取ってもそうだよ。ここから垂線を引くと、同じ点から OB に向かって垂線を引くと、ここの長さは同じになるよと、ね、これが角の二等分線上の点、二等分線上の点、これは OA と OB と等しい距離にあるんだよと、そういう点の集まりだよという意味なので、これはこれで覚えちゃっておきましょう。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。